こんにちは、速稼塾の久保です。今日はちょっとね、皆さんに私の PCR 検査をお見せしようかと思います。まあこの PCR 検査は私あんまり当てにしてないんですけども、当てにしてないからこそ何度もね、堂々とやることができます。広島県から無料で提供されてますね。こちらに問診票があって、唾液の量がないとダメだよってことなんで、唾液を薄く線が一周引いてあるところが目印、ああこれね、ここまで溜めないといけないよってことですね。うん、で準備書いてますね。酸っぱいものなどを想像しながら 1,2 分かけて出るだけを出してくださいということでございます。なるほど、うん、かなりね、出さないといけないみたいですね。この袋がありまして、この中に検体採取キットが入ってます。このストローをね、加えて、で、ここに、じとーって出すわけですね、こうやって。ちょっとお見せするのははばかられますんで、ちょっと失礼します。はい、検体が取れました。結構ね、時間かかりますね。それから、検体を取る30分前には、口の中に何も入れない状態でないと、意味がないという。なんか飲み物飲んだら、その飲んだ飲み物の残骸が取れちゃうかもしれないので、やっぱりね、自分の普段の姿、普段の状態を知るためには、ちょっと30分ぐらいは口に何も入れない状態でね、ガムも噛まない状態、タバコも吸わない状態でやってくださいということでございました。はい、その他問診票がありましたので、表裏書いて、だいたい1分か2分で書き終わります。以上で、あとはこのいただいた封筒にね、問診票と、検体を入れて、あとは提出して終わりになります。検査の結果はそのうち出ると思うんですけども、またその時はね、連絡させていただこうかと思います。うん、そうですね、検体温度が上がらないように持ち運びまで時間がある時は冷蔵庫で管理してくださいということなので、これから出していきますので、時間がかかる場合はね、ちょっと冷蔵庫保存がいるんですけども、あとね、当日のものを出してほしいということでございましたんで、私の方はこうやって完了してこれから提出に行ってきます。それではいかがでしょうか。私の場合はね、もう完全に社会と孤立した状態を送ってますので、これで陽性になるということは、もうね、空中を漂ってくるか、インターネット空間からね、発生するしかないかなというところでございますね。それでは失礼します。